皆さんこんにちは、さとこです。今日は先日アップした私の通常使っている11月のセットアップに引き続き、11月のシンプルデザインのバレットジャーナルのセットアップをお届けしていこうと思います。まず使うのが、無印良品の英語方眼ノート、こちらの手帳を使ってで、トンボ鉛筆の筆の透け、ステッドラピグメントライナーの 0.1、0.3 とトンボ鉛筆の ABTN75 で今月はデザインをしていきます。あとはこの上に写っている、しましまのマスキングテープですね、こちらを使った、シンプルなモノクロデザインのセットアップを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。で、今月はイラストは一切入ってないです。本当にポイントとしてマスキングテープを使う程度なんですが、代わりにこんな感じで一つの単語、ノベンバーとかタスクとか、そういうバレットジャーナルに出てくる単語があると思うんですが、それを、全部こう違ったフォント、違ったデザインのアルファベットで書くっていうのを、デザイン、この今月のデザインということでセットアップをしていきます。で、まずは、左のページがカレンダーですね。で、カレンダーの文字もちょっと分かりにくいんですが、1日1日少しだけ違った感じでデザインを書いています。で、この左側のページのカレンダーには予定は直接書き入れるというよりも何かマークをしていく感じなので、右側のページにインポータントデイツ、何か予定がある日ですね、をリストアップしたり、あとはタスク、今月のタスクを書く、タスクスというのを下にしました。で、文字をね、こんな感じでフォントを一文字アルファベットを書いて書くだけで、すごいこの雰囲気が、いろんな雰囲気のものにもなるし、デザイン性も出るしという感じで、とってもおすすめです。で、この今ハビットトラッカーを書いてるんですが、下書きを書いてたのにもかかわらず、マスが一マス足らなくて、急遽こんな感じで少しデコボコなデザインにしたんですが、これはこれで、すごい可愛く、結果可愛くなったので良かったんですけど、あの下書きは何だったんだろうって自分でちょっとこう、悲しくなりました。で、上がハビットトラッカー、下がムードトラッカーになります。で、ムードトラッカーは今月はまたちょっと違う感じにしたかったので、今月はグラフなんですけど、先々月棒グラフやったんですが、今月は線グラフにしようと思って、後でちょっとですね、一番最後のページの振り返りの時にこんな感じで使いますっていうのはご紹介しようと思います。で、右側のページがフレーズのページです。今回はウィンストン・チャーチルさんの言葉で、成功とは失敗を重ねてもやる気を失わない才能だと。で、それに合わせた感じの、ちょっと英語も書いてみました。Don't lose your enthusiasm.やる気を失うなみたいな感じですね。で、今月はイラストを描かない代わりにこの英語のデザインを描いているので、この下の Don't lose your enthusiasm に関しても全てアルファベットですね、違うデザインにしました。で、こちらからがウィークリースプレッドになります。で、ウィークリースプレッドは数字がメインになるので、今度は数字ですねをこう全部違うデザインっていう感じで、こうデザインを変えたものを書くっていう規則にのっとったページにしています。構成的には、日曜日が、1日が日曜日なので、日曜日は書かないことの方が多いので、月曜日からのページにしました。で、月火水木金で、週末土日ですねは一緒にして、下にノートのセクションと来週の予定を書くネクストウィークのセクションで、カレンダーに関しては、今月の11月のカレンダーと来月のカレンダー両方書くというデザインにしています。で、こちらが2週目のページですね。で、2週目のページも書く内容としては同じですね。月火水木金土日で、11月のカレンダー、12月のカレンダーとノートとネクストウィークになります。
で基本的にはここのページまでで、3週目と4週目に関してはこの1週目と2週目のデザインを踏襲していくという形になります。で今月は本当にイラストは一切描いてないですが、このね、あのアルファベットを変えるだけでかなりデザイン性のあるページになったなと思って、個人的にすごい気に入ったので、いつも私が通常使っているバレットジャーナルでもちょっとこのデザインいつかやりたいなと思って、その時はあのちょっとねカラフルにできるかなというふうに思ってます。で最後数字を入れたら完成なんですが、まずは灰色で数字を書いて、アウトラインをちょっとこう数字によって影をつけたり太くしたり細くしたり丸くしたりっていうのを変えてみました。最後中号を書いたら完成です。では最初から振り返っていきたいと思います。まずは、カレンダーのページとその隣がインポータントデイツタスクス、スケジュールを書くところとトゥードゥリストを書くところですね。で次のページがハビットトラッカーとムードトラッカーになります。で書いてる時にもお伝えしましたが、ムードトラッカーに関しては、棒グラフではなくて線グラフ方式に今回はしようと思っています。例えばこんな感じですね、こう日々点をつけていただいて、それを線でつなげていく線グラフになってます。これも棒グラフも可愛いですけど線グラフも可愛いなというふうに思います。で右側がフレーズのページ、こちらからが、ウィークリースプレッドのページになります。1週目2週目ということで、3週目以降に関しては1週目と2週目を踏襲したデザインにしていきます。いかがでしたでしょうか。こんな感じでアルファベットを違う雰囲気にするだけでもとってもおしゃれに仕上がりますし、もう本当に今回はあのサイズ数種類使って書いていきます方がボールペン1本で書けますので、ぜひご参考にしていただけたら嬉しいです。本日もご覧いただきありがとうございました。もしよろしければこの動画のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。